プリ開いてきますね。ん？何ですか？スタッフのため息が今日多いらしいんですよ。なんでなんでしょうね。私は全く知りませんけれども、なぜため息になるか。なんかありましたっけね。ため息つく時期ですか？マイ天気を見てほしいんですね。わかりましたよ。ここ検索、ここ検索見るんですね。那覇。でもスタッフさんの指示で今動いております。那覇にため息を入れるがあるんですか？なんでですか？週間の天気、土曜日ですか？20日曇り時々雨ですけど、20日って何ですか？ああ、日食でですか。だからこうため息つかれてるんですか。さすがあのスタッフさんの鏡ですね。ちゃんとこう20日をめがけて、だって7日前からため息つかれてるんですよね。番組中にちょっとやめてほしいですよね。ため息つかれてる方は私が原因なのか思っちゃうじゃないですか。日食が原因だったんですね。あ、よかった、嫌われてなかった、よかった。セーフ、嫌われてなかったですね。よかったです。ちなみに4月20日部分日食なんですけれども、沖縄がちょっとね曇り時々雨ということで、遮る雲がなければ見えるんですけれども、厳しいでしょうかね。もしお天気的に持てばライブカメラとかもするんでしょうかね。なんかしたいですよね。ため息がすごいみたいですけれども、いかがでしょう。え、館山とか、あ、そうか、でも見えないですもん、丸いですもんね。小笠原はどうですか。じゃあ小笠原遠いですけれども、海が綺麗な場所ですもんね。期待するのは那覇っていうことですね。なるほど。館山はちょっとちょこっとこうね、部分的に、はい、日食進んでいるように見えますけれども、ほぼ肉眼で観測するの難しいですもんね。決して太陽直接肉眼で見ないようにしてください。那覇がどうなるかですね。いやでも20日はちょっと厳しそうじゃないですか。いかがでしょうかね。念力で何とかしよう。そんな力私は持っていませんけれども、願うことはできますので、一緒に願っていきましょう。ため息幸せ逃げるよと、ぜひマイ天気のページからご確認いただきたいと思います。ではお話戻りまして、空見